ピュアニーモフレクション S 肌色ピュアニーモとは、アゾンインターナショナルから販売されている人形要素体。本体のサイズは 21cm、23cm、25cm、26cm、27cm の3種類。基本的に稼働する関節の構造はなく、立ち姿の A タイプ、体操座り姿の B タイプ、腰掛け姿の C タイプ、 星座座り姿の D タイプ、A タイプの身長を 1cm 高くした 26cm サイズの E タイプ、A タイプのボディラインを変更させ、さらに身長を 2cm 高くした 27cm サイズの K タイプの6種類と、オプション書いて4種肩パーツのセットがある。パーツ構成は胴体、肩、腕、手首、足となっており。 それぞれのパーツを組み替えることでポーズをつけることができる。素材はソフトビニールタイプと PVC を使用したアドバンスタイプの2タイプ。ソフトビニールタイプは B タイプのパーツ単体販売があり、アドバンスタイプはノーマルに加えてスカラダに塗装を加えたシャドウの2パターンがあり、それぞれ素体本体及びパーツをフルセットにして販売されている。肘と膝、足の付け根、足の4箇所に 可動関節を加えたもので、肩、手首、もものジョイントは、アドバンスタイプのパーツとの互換性がある。PVC 素材で製造され、2009年3月発売予定の、ピピカラットシリーズの3体から、スタイ採用となる。ボディ本体のみは2009年初夏に発売。その後、足首を外れにくい仕様に変更したものが登場。本体の単体販売時は、 パッケージに変更後のものであるとするシールが貼られている。こちらは、x q とセブと7シリーズより採用。後に、フル稼働タイプや胸を大きくした LL バストボディが、リリース。2017年には関節を強化、稼働範囲が拡大した、ピュアニーモニーエモーションが、x q と b e と1 2シリーズより採用される。これまで、 x q とシリーズに採用していたサイズをピュアニーモフレクション S ボディとし、ラインナップを大幅に増やした。また、バスト部分にもサイズバリエーションがある。以下は、採用している、主なドールピュアニーモフレクション XS ボディ、チサ、ニナ、月は、ケイティ、メリルピュアニーモフレクション XS ボディ男の子、アオト、ユータ、ソラネピュアニーモフレクション S ボディ、x q とメンバー、セラ、 ピピカラットメンバーピュアニーモフレクション S ボディ、ニール、マイロピュアニーモフレクション M ボディ、ミア、ライリ、ミナミ先生、若葉、サーラズアラモードピュアニーモフレクション M ボディルエルバスト、ミオ、フーカ、X キュートピピカラット、アルバスタリア正し言い回タイプは、手首パーツが B タイプに使用されているものと同型となる。ありがとうございます。